町田市津つく市の中学校は、東京都町田市南つく市の2丁目にある公立、中学校。略称は、つく中。2018年5月現在、学級数は22学級、生徒数は4名で、町田市内で4番目に、生徒数の多いマンモス校である。任期は半年である。中央委員以外は各クラス男女1名ずつ。次の部は、大会出場のみの活動となる。 つくしの中学校の特別支援学級で、主に知的障害児を受け入れている。つくしの中学校の制服は、着用義務があるが、細かい形の指定などがないため、標準服と呼ばれる。男子は、紺のブレザー。白の角襟はイシャツ。紺のスラックス。ブレザーのバックスタイルは、ひだが入っているため腕が動かしやすくなっている。ネクタイはない。女子は、紺のブレザー。 白の角襟ブラウス、紺のプリーツスカート。スカートは20本ひだで無地。サスペンダーがついている。男子と違い、ブレザーのバックスタイルは普通。こちらも胸の刺繍があり、ネクタイなどはない。以前は、紐タイプのリボンがついていたが、首を締めてしまい、危険ということがあり、廃止になった。女子の夏服は自由購入のベストがある。ガックティパイ以ゴ。 東急電園都市線を利用して23区内の高校へ進学する生徒が急増している。南関高校への進学者も多く出しており、2008年は日比谷高校の合格者が6名と、都内トップの数字となった。ありがとうございます。